はい、皆さん、こんにちは。ジェイと申します。今日はですね、定期テスト対策で、年寄りずいの天の川というところをね、やっていきたいと思います。では、行きましょう。この歌の心は、天の川の深さにという風に始まって、この歌の意味というのは、天の川が深さのためにという風になってるんですけども、この川というのは一体何なのかという話になってくるんですが、これちょっとね、後で出したいと思います。はい。まず、ある和歌があって、この和歌の意味っていうのは、天の川が深さのために、 浅瀬、白波、たどりて、川の岸に立てるですね。これは官僚存続の理になっています。浅瀬の白波を探したどって、やっ ちょっと川の岸に立った頃にはという感じですね。開け塗れば、えー、日よが開けたというふうになります。官僚の助動詞今はいかがセム。今から一体何をできるのか。いやー、直しようもないっていう感じですね。夜が開けたので、これからどうしようというのか。いや、どうにもならないというふうに、泡で帰り塗るなりというふうになってますね。ここ、官僚の助動詞のぬに、断定の助動詞のなりがく,いつくっついてます。 そして、去ること、や、あるべき、形助詞で、やですね。そのようなことが、あるのだろうか、いや、ないだろうという、ここは半語で取るのが綺麗かなと思います。まあ、ここまで読めばね、今回の和歌っていうのが、どういう和歌なのかっていうのがわかります。会わずにというふうに表現しているので、男が女に会いに行くという話なんですよね。で、男が女に会わずに帰っていった、そんなことがあるのかという話になってます。で、さらに、 前の部分というのをくっつけてあげると、天の川があまりにも深かったから、そのね、なかなかこう、うん、あ渡り切ることができずに、やっと渡れたという時にはもう夜が明けてしまった。当時の恋愛って、暗いうちに行って夜明けに帰るというのが、まあ、いわゆるマナーだったので、もう夜が明けてしまったから、今から女のとこには行けないほな帰ろうかという風になって帰ったっていう話になってるんですが、 We'll be right <laughs> back. その和歌の内容に対して、筆者は去ることやあるべき、そんなことあるかというふうにね、聞いてるわけですよ。で、ただの人すら人とせ負う、夜昼恋暮らしてというふうになってます。普通の人でさえ、一年というのを夜も昼もね、恋、そして暮らしているのにというふうに話が繋がっていくんですが、今回の歌というのはこれですね。天の川、たどりりつつ、渡り果てねば 明けぞしに行けるという風になってて、意味としてはこんな感じですね。天の川の浅瀬がわからないので、川の白波を分けてね、辿っていったから、もう気づいた時、川を渡らないうちに夜が明けてしまったんだよという風なね、もう時間がかかりすぎたという風な和歌になってるんですけども、普通の人でさえね、こう一年間恋愛でね、もうなんかやきもきやきもきをしてて、たまたま女会うべきよなれば、 ですね、助動詞のべしは、推量、意思、可能、当然、命令、適当なんですけども、ここは可能が綺麗かなと。女に会うことができるよ、ですね。で、断定の助動詞のなりを使ってます。 やっとね、女と会うことができる夜だとすると、いかにしても構えて渡るらんものをという風になってます。まあこれは現在の伝聞演曲で使うのがいいかなと。まあどんなことをしても工夫してね、女のもとに渡るであろうにというのが一般の人たちを対比として使ってます。そしてましてです。 七夕と申す星の宿りにはというふうになってます。ましてね。年に一度しか会えない七夕、織姫と彦星ですよね。と申す星座で、おわせずやですね。おわすは尊敬語を使ってますね。まあこれは織姫、彦星両方に対して使ってるのかなというふうに考えられますね。尊敬語は主語を高めるので、今回の場合で言ったら、七夕と申す星の宿り、織姫の彦星と織姫星というね、この二つの星座 ででいいいいいいとと思まますすがいらっしゃるではななかという感じになりますつまり普通の人でもやっと女に会えるぞというふうになったら何としてでもその女に会いに行こうとするのにましてね1年に1回しか会うことのない七夕で織姫と彦星じゃないですかと天の川が深いからって言って会わずに帰るとかある という内容ですね。天の川、深しとて、帰り保もうべきにあらず。というふうになってますね。天の川が深いからと言ってね、帰りなさる。尊敬語を使っているので、彦星ですね。で、べき。これまあ当然とか適当とかでいいかなと思います。で、断定の助動詞のなりの連用形に打ち消しの図ですね。天の川が深いと言って、彦星様はお帰りになるべきではないだろうと。そりゃそうですよね。ちょっと笑えますよね。やっと一年に一回会える。 るぞって言ってね天の川の前まで行ったらああ深い帰るって言ってなんでやねんってなるじゃないですかだからまあね彦星様はお帰りになるべきではないというふうにどうやらこの文章を書いている人は考えてる いかに言わんや。なんとましてね。次のような事実があるんですよ。と。どんなことがあるのかな。その川には、笠ささぎありて。という風になってます。このね、緑で色を変えてる部分というのは、実は全部ね、問題として予想してるんですけども、和歌なんですよね、これね。で、天の川には、笠さ,さぎがいて。という風になってるんですが、こんな和歌がねえ、実は考えられてます。天の川、見たえもせなん。 カササギのというね。橋も渡さでただ渡りせむっていうね。橋も渡さずにただ渡っていくねんという。カササギというのは鳥の名前なんですけども。とか、さらに、もみじを橋に渡してという風うに歌にも読まれてたりと。 これもこういう和歌があります。天の川、もみじを橋に渡せばや。七夕詰めの秋をしも待つ。というふうな和歌もあったり。私森、船早渡せ。というふうに読まれた歌もある。私森よと、船を早渡せと,と、人とせ、一年にね。にたび来ます、君ならなくに。というふうな和歌が読まれてたりするんですよと。で、さらにもう一個。 君渡りなば、家事隠してよ。という風になってます。この名は官僚教諭の助動詞のぬ、未然形になってて、ばがくっついて家庭です。で、官僚存続の助動詞のりがくっついてるので、君渡りなば、家事隠してよ。という風な歌でも読まれてる。この歌はこれですね。久方の天の川のの渡し森。君渡りなば、家事隠してよ。という風に読まれたりしている。こういった和歌があることを考えると、 方々に渡らむ。 ここは、水量、医師、家庭、勧誘、遠極、適当の助動詞、詞分の遠極ですね。後ろに名詞がくっついてる時は、遠極で取ることが多いです。妨げ、あら、じ、打ち消す水量ですね。意味としては。いずれにしても、今までいろんな和歌を見てくると、渡ることに妨げはないだろう、というふうになってます。天の川を渡るのに妨げなんてない。だから、深すぎて変えるとかわけわからん、というね。初めの和歌に対して、見解を述べてる わけです私森の人を渡すは知る知らぬはあるべき。 という風になってますね。このヌーは打ち消しの助動詞の図になっているので、知っていたり知らなかったり、つまり、知人であるか、知人ではないかというのは関係があるのだろうか、という感じですね。私森が人を渡すのに、知人あるいは知らない人の区別というのはあるのだろうか、いや、そんなものはないでしょうね。七夕の志ありて、渡らんと荒むにですね。七夕ですよ、織姫様に会いにね、彦星が、 志がある。渡ろううというふうに意思です。アラムにあるのにという風うになってますね。家庭とか遠曲の助動詞の無ですね。七夕の飛行星がね、織姫様に会おうと思って天の川を渡ろうというのに。 私森、などてか稲火さんですね。この猛素は謙譲語で使ってます。作者から目的語を高めるので、私森がどうして断るという意味なんですよね。稲部っていうのは。だから、彦星様を断ることがあるだろうか、いや、ないだろう、みたいな役になりますね。 先導がどうして彦星をお断りするだろうかいや、そんなことはないよね、と。また、かも、さまでやはふからんですね。ここも半語になってます。また、天の川自体もね、それほど深いだろうかいや、深くはないだろう。方々に、まあ、いずれにしてもですね、心得られですね。不可能の意味で使ってますが、可能の助動詞のらる。 そして、打ち消しの助動詞の図。これで不可能ですね。ことなり、断定の助動詞になってるので、いずれにしても納得できないことであるということで、この和歌のね、読まれたっていう内容が納得できへんねんっていう話です。一つは、天の川自体はそんなに深くない。もう一つは、天の川が深いからって言って、一年に一回しか会えないチャ,チャンスっていうものを見逃すかな。というね、この二点だったみたいです。 また、日がごとを読みたらむ歌ですね。日がごとっていうのは間違ったことという意味なんですけども、官僚存続のたり、そして演曲の無ですね。間違ったことを読んだような歌を、古今に三つ根つらいき、まさに入れんやわという風になってます。入れるだろうかいや、入れないだろうですね。古今和歌集というのを作った三つ根という戦者、そして 木の辛いきですね。という立派な戦者たちがね、どうして間違った歌を古今集の中に入れるだろうか。いや、そんなん入れないだろうと。たとえ、かの人々というのはこれ、三つね辛いきを指してるんですけども、いわゆる戦者の人たちですね。で、こそ依然形というふうに来たら、基本的には逆説的に使うんですが、誤ちて入れ目ですね。ここが結びになっています。 たとえもしこのね立派な戦者たちが間違ってその変な歌を入れたとしてもですね演技の聖衆というのはこれ第5天皇のことを指してるんですけども覗かせ玉はザラ打ち消し 無、水量。矢は、反語。という風になっているので、醍醐天皇が、これがね、古今集というものを作れという風に命令した天皇なんですけども、醍醐天皇がお取り除きにならないだろうか、いや、お取り除きになるだろうという風なことを言っています。簡単に言うと、間違った和歌が入ることはないだろうという推測です。 もし、古今の書き誤りかと思いてですね。まあ、ここはもしかしたら教科書に載ってないものもあるかもしれません。あるいは、古今集本文の書き写し間違いかと思ってと。あなたの本を見れば、皆渡り果てねば、というふうに書いてある。一個だけね、未熟な人、おさかしき人の、書きたる本にやあらむ官僚、断定、推論助同士、書いた本であろうか、渡り果ずれば、というふうに書ける。 完了の助動詞ですね。本もあったと。おぼつかなさにというね。もうだからちょっとなかなか自信が持てないと。人に尋ね申ししはですね。過去の助動詞です。不明格差のために詳しい人にね、尋ね申し上げたところ、やはりなほ。渡り果てねばとあるべきなめりですね。はい。ということで、やはり渡り果てねばとあるはずのようだと。 渡り外ればとあるは足金なメリですね。断定の助動詞に遠極、推定の助動詞のメリがくっついてます。渡り外ればという風に書いてあるのはどうやら悪いものであろうという風になってる。火曜のことは 古き,歌の古き歌の一つの姿なりという風になってますねこのようなことは古家の一つの姿であるという風うになっているんですけどもこのようなことっていうのはどのようなことかという風うに問題で聞かれたらこうですね渡り果てねばあげぞしにけり と和歌を呼んだことこれはね、昔の古い歌の一つの姿なんだというふうになってるんですけども、これは一体どういう姿のことを言ってるのか、これも問題になる可能性があるかなと思います。後半ですね、続きの部分になります。恋、悲しみで、立ち、居、待ちつることは、官僚の助動詞ですね。恋、愛しんでね、立ったり、座ったりして待っていたのは、 人とせなり、断定の助動詞一年であると。まあ、だから、相手に会えることをずっと待っていた一年間。たまたま待ちつけて、会えること、官僚存続の理ですね。ちょうど待ちつけてね、会ったのは、ただ人よなり、断定の助動詞です。一年間待って会えたのは一晩だけ。 そのほどの誠に少なければ、誠にはですね、その時間というのが本当に少ないので、実際としては会いたれど、会ったのだがですね、なかなかにて、その会えた時間というのが不十分だったから、会わぬかのように覚えるなり、会わなかったかのように思えるのだ、ですね、断定の助動詞会わないかのように思われるのだ。 されば、だからですね、ほどの少なき、時間が少なかった、あった時間が少なかったので、合わぬ心地、二人が合わないような心地がしたのだと読むべけれ、読んだ方がいいのだがですね、歌の習いにて、さも読み、和歌表現の決まりとしてね、そのように読み、また会いたれど、また会ったんだけども、一向にね、一重に、まだ会わぬ様、まだ会っていない、 打ち消しです。読めるなりという風になっています。断定の助動詞で最後締めてますね。まだ会っていない様子に読んだのであるという風になっているので、 これが実は最後ね、この文章を書いている筆者の解釈になるんですよ。なんで、まあ、あまりに天の川が深かったから、なかなか渡るのに時間がかかって、結果夜明けになったから会わずに帰ったっていうことじゃなくて、待ったのは1年。そして天の川を渡って、会えたのは一晩だけ。 だから、この会えた時間があまりにも短くて、まるで会わなかったがのように感じた歌なんだよっていう解釈をしてるということになりますね。なので、今回の和歌がどういう解釈になると筆者は考えるのかというと、ここの部分、最後の部分が答えになってくるというところですね。 会った会えた時間というのがあまりにも少なかったからまるで会っていないかのような様子に和歌で表現したというふうに答えてあげればいいと思います。はい。ということで本日は年寄り隅の,のね、天の川について解説していきました。皆さんのテスト勉強の参考になれば幸いです。皆さんテスト勉強を頑張って。子文はエンタメだぜ。バイバイ。